こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。気管支喘息、咳喘息の人、どんな症状が出たら病院に行くべきでしょうか、やばいでしょうかという質問を受けました。気管支喘息、季節の変わり目に咳が悪化するとかですね、日常的からヒューヒューする、朝晩に咳が止まらない、ゼーゼーする、そんな症状です。咳喘息はヒューヒュー言わない長引く咳って言われています。ただちょっと気管支喘息と咳喘息ってこう区別がなかなか難しいところもあってですね、胸の音を聞いても咳喘息と言われている人ですね、喘息に近いような音がしたりもします。呼吸器の検査もちょっと変化が見られる方もいますので、咳喘息と気管支喘息って結構区別が難しいです。どちらもですね、風邪をひいたりすると咳が悪化して苦しくなったりします。どんな症状が出たら病院に行くべきでしょうか、やばいでしょうかって質問なんですけど、よくある、咳喘息に関して言うと、例えばですね、慣れてる方っていうのはこの時期、季節の変わり目、何月頃だともう苦しくなるって分かってらっしゃるので、もう事前に病院にいらっしゃってお薬くださいっていう方もいらっしゃいます。僕それもありだと思いますね。やっぱりご自身の咳ってご自身が一番分かってますので、あとかかりつけの先生に胸の音を聞いてもらって、例えば吸入薬とかですね、飲み薬出してもらう、ちょっと前から始めるとやはり予防できる方結構多いですので、先生に相談してみるといいと思います。あとは風邪ひいた時ですね。風邪ひいて時はちょっと不安でしたら、例えば吸入薬とかですね、事前にもう早めに使っちゃうとかですね、普段から吸ってる方だったら量を増やすとかですね、というのもどうすればいいか、かかりつけの先生と風邪の時、具合悪くなった時にどうすればいいかっていうのを事前に相談した方がいいと思います。最近はですね、追加で吸える吸入ステロイドというのもありますので、ぜひ調子が悪くなった時の対処法を事前に考えておきましょう。風邪ひいて心配だったらもう受診すべきだと思いますし、あとやっぱり朝晩咳が出始めてきたっていうでしたら、一度お薬のことについて相談するために病院受診した方がいいと思います。まとめます。気管支喘息、咳喘息の方、どういった症状でしたら病院に受診すべきか、やばいでしょうかっていう質問なんですけど、一つは風邪ですね。風邪ひいた時、心配でしたらもう僕は早めに行った方がいいと思います。風邪ひいた時ちょっとゼーゼーする、朝晩の咳が止まらなくなってるみたいな感じですね。もう慣れてる方は受診した方が良さそうだとかですね、吸入薬使った方がいいってもうなんとなく分かると思いますので、遠慮せず受診した方が僕はいいと思います。我慢しない方がいいと思います。あと気管支喘息の方、この季節ですね、台風が来たら咳が悪化する、苦しくなるとかですね、そういう方は事前に受診してお薬調整した方がいいと思います。あとはですね、日常的に苦しくなってしまう、階段登れで苦しいとかですね、日常の生活動作で苦しくなってしまうようでしたら、もちろん受診した方がいいと思います。気管支喘息、咳喘息について本日は説明しました。病院受診ですね、どのくらいの症状だったらやばいかということを簡単に説明しました。わからないことがあれば、あなたがいつもかかっている先生に相談するようにしてください。